名古屋市は市長の定例記者会見の中で地域の水の災害についてまとめた地図を作成し、このほど全戸に配布したことを発表しました。これはこれから突然の大雨や豪雨、台風の被害が増加するシーズンを前に、あらかじめ危険な場所を各家庭で認識してもらおうと、去年に続き全戸に配布されました。またいざという時に対する備えや水害のメカニズム、避難する時の注意事項なども盛り込まれ、普段からの準備を促しています。うちに置いてていただきまして、十分ご活用というか、まあ、万が一のことがあったときに どうやって自分は避難したらいいかということを自分でお考えいただく材料になるということでございますので、ご活用いただきたいと思います。まあ、浸水にならんことが一番いいんですけどね。そういうことでございます。このところ毎年ゲリラ豪雨や避難途中に災害に遭うなど、大雨に絡む災害が発生しています。地図の中では避難を決めるポイントなどが分かりやすく表現されています。市の担当者は会見で、出張して水害について説明も実施している、利用してもらえればと話していました。この地図は6月号の広報とともに配布されています。